小笠原忠実は、江戸時代前期の大名、茶人。信濃国松本藩の第二代藩主、張間国赤種藩主、武前国国藩の初代藩主、増樹三味、下宇佐国小賀城に生まれる。徳川秀忠から変期を授かって忠政と名乗り、晩年に忠ザと名を変えた。慶長20年の大阪夏の陣で父と、長兄、忠だ治が戦死したため、 僧侶家の家督を相続することとなり、品の松本八万国を領した。また、ただし治む未亡人で、母方の十枚でもある亀姫を性質とし、亀姫と、ただし治むの子である長寿を養育した。後に、針間三木明氏十万国を経て、武前小倉十五万国に違法された。全国ら藩主三十九万国の細川忠俊は、義兄邸である。 島原の乱の際には、長崎守備の任を果たした。剣豪、宮本武蔵が最も長く使えたと言われる。大名茶人でもあり、同地の茶の湯流星の基盤を築いた。上野焼の育成に尽力した祖と、茶人の古い治療はお召し抱かかえて、小笠原家佐藤古流を起こした。現那五年、大幕州の海藻人源流記の皇帝即非常一を招き、高寿山副樹寺を混流した。 ぬか漬けを好み、小倉城入法の際にもぬか床を持ち込み、城下の人々にもぬか漬けを奨励した。現代の小倉においても、旧城下の小倉では各家に代々受け継がれた、百年床というぬか床がある。ありがとうございます。